Hello， 大家好，我是展奈辉。今天我想要跟大家分享一下对日本人来说比较特别一点的东西。哒哒哒哒哒哒，这个是台湾新年的时候吃的点心。这两个都是新年版的礼盒。然后今天特别邀请一位来宾，跟大家介绍一下，噔噔，豆豆。大家好。这是我的弟弟，哎，じゃあ自己紹介お願いします。お、こんにちは。サナエの弟のひろやすです。よろしくお願いします。お願いします。これ台湾のお菓子なんやけど、台湾行ったことあったっけ？は、去年の夏に、1回だけ行ったことあるそうです。今回は、シャンシンセレクトさんからの新年のセットで出てるやつなんですけど、毎年違うやつを出しているらしくって、今年これは、2020年バージョンのものになってます。すごい、箱がめちゃくちゃ豪華やな。キラキラしてる。わー、すごい。ちょっと開けてみて。おー、すごい、なんかめっちゃ豪華な感じ。じゃじゃーん。重いね。重い。ずっしりしてる。いろいろ種類があるみたいなので、一つずつ食べていきたいんですけど、シス変動丼汁をめつごうだ。これは、なんだ、ヌガーかな。なんとこれは日本人にも人気のあるものだそうで、キャラメルっぽいね。ちょっと食べてみよう。ナッツが入ってるっぽいね。いただきます。おお、香ばしい。ん、思ってたのと全然違う。ネチャネチャするんかなと思ったら、すごいサクサクしてる。口の中キャラメルが爆発してるみたいな。キャラメルしか広がってない。いや、でも美味しい。全然甘ったるくない。歯にくっつかへんからいいね。あ、そうやね。うん、あ、これは多分日本人好きやね。中身なんやろ。パン。あー、ビスケット。なんかこういう形のビスケットってな、日本ないよ。いただきます。ん、なんか不思議。なんかナッツのクッキー、ナッツにクッキーがくっついてるみたいな。うん、なんかそんな感じで。これもあっさりしてんな。これでもレーズン入ってる。ん、あ、わかった。クランベリーや。なんか日本ってあんまクランベリーをさ、クッキーに入れるっていう概念ないよね。日本語もあんまりクランベリーがない。うん、美味しい。これも全然甘くないし、なんか使ってるやつも自然のものが多いね。天然の。台湾に旅行に行って驚いたことある？なんだろう。その台湾の言葉わかんないけど、英語ももちろんできないんだけど、でもなんとなく行けたみたいな。この観光行ったり、そのホテルの人となんかコミュニケーションするのも、あっちもちょっと日本語知ってて不安なく旅行できたっていうのはちょっと驚いたかな。言葉が分からなくても安心して旅行できたっていうね。経過値なく、その街歩けたなっていうのは。台湾はもう一人で旅行とか行っても全然何にもない。本当に安心して旅行できる。さて、じゃあ次はこれ、タルト。マカダミアタルトって書いてあるやん。おー、あ、これとこれ一緒やん。一緒。あ、でもこれ美味しそう。これはあれらしいで、人気ナンバーワンらしい。うまい。うまい？うまい。嘘。本当本当本当。いただきます。でもな、マカダミアナッツ甘くて合うの。食感もいいっていうのあるね、これ。なんかタルトってさ、こうちょっとベチャってするのあるけど、サクサクって本当に。うん。うまい。なんか思ってたの違う。めっちゃサクサクしてる。マカダミアナッツがなんか重たくないね。あれかな、やっぱ天然素材やから、甘くないからいいよね。程よく甘い。そう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 。これやったら食べられる。おいしい。
これこれもなんかマカダミアナッツっぽいね。ガン、这个很好吃。ガン、上海人。很好吃。很好吃。ガン、这个很好吃。ガン、这个很好吃。日本酒。発音。あ、これ夏目やしやって。夏目ね。やっぱり夏目の中にマカダミアナッツ。かわいい。20個ぐらい入ってる。おお、いっぱい入ってるね。あ、酸っぱい。あ、これ、あ、これあかんかも。あれ？思ったより酸っぱくない。甘いの。ちょっと甘じょっぱい。ちょっと苦味ない。うん、ちょっと苦い。渋さがある。渋い。甘いし渋いししょっぱい。そしてちょっと酸っぱい。これはな、不思議。あれみたいな。干し柿みたい。あー、例えるならそうかも。うん、結構好き。コーヒーどっか一緒に飲んだら。コーヒー好きな人はいいかも。うん、はい、それでは一番最後、日本人も大好きな、じゃーん、パイナップルケーキー。食べたことあるやろ。いや、ない。え、パイナップルケーキやで。いや、ない。絶対あるやろ。いや、ない、ない、ない。え、台湾行ったのに。台湾行ったけど、ない。台湾行ったらもう絶対パイナップルケーキやんな。今日初めて。これもな、100% 台湾のパイナップル使って作ってんやって。美味しそう。大好きやねん、パイナップルケーキ。うん、うまっ。うまい。中身がすごいぎっしり詰まってる。うん、うまい。うまいよね。やっぱな、日本人もみんな好きやねん、これ。中身がちょっとシャキシャキ、パイナップルの繊維もちゃんと入ってて、すごいしっかりしてる。うん、中身だけじゃなくて外側のクッキーも大事やね。これはさ、とてもさ、柔らかい。ふんわりしてる。台湾の人はすごい、日本よりもオーガニック系とかにこだわってたりするし、素材がすごくいい。うん、健康志向な人が多い、日本よりも。まだ台湾に遊びに行きたいと思う？え、来たい来たい来たい。帰ったらおかしい。台湾の料理で一番好きなのに、いろんな料理あるやん。ルーローファンとか、うん、ニョロミエとか、小籠包とか、うん、何が一番好き？去年の夏行った時、食べて一番印象的だったのが、マンゴーかき氷。あまあ確かに王道やけどな、でもやっぱマンゴーは全然違うよな、フルーツとか。違う、全然違った。日本人の人に合うかっていうぐらいの感じで言ったら、うん、逆に打ちのめされたみたいな。うますぎて。また行けるといいな。行きたいですね。じゃあ今回1,2,3,4,5 種類あったわけですけど、はい、どれが一番美味しかった？いっせーので。おー、イラス、これ、うん、マカダミアのぎっしり入ってるタルトが一番美味しかった。めっちゃ迷ってんけどな。これも美味しいんやけど、これがちょっと衝撃的すぎて。キャラメルやのにベタベタせえへんし、甘ったるくないし食べやすいし、多分女性はすごい好きやと思う、これ。また台湾行ったら絶対買いたいなと思うの、これ。あっさりして食べやすかったっていう、こういうタイプが初めてだったから。サクサクなタルトね。全然日本のお菓子と違うよな。なんか日本のお菓子ってこう基本的には柔らかいし甘いし、こんななんか台湾みたいにいっぱいは食べられへんよな。うん、普通にお腹いっぱい。あの残ったやつはうちの家族みんなで食べたいと思います。那今天的影片到这里，谢谢大家看影片，新年快乐。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 快乐。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 新年快乐。新年快乐，拜拜。最后我跟大家分享一下，这个在哪里买得到？除了官网可以购买外，台北有很多店，永康那边可以买到哎。所以大家有兴趣的话，欢迎预购哦。拜拜。